めさくさぽさだね。くさいむいですね。おお、パトリシアさん。どうもです。最近こっちよく来るわね。パティはとても研究熱心な留学生なんだよ。だから私はこうやって日々日本の文化の真髄を享受しようと。あんたが教えられるのって日本文化のごくごく一部だろうが。オタクは日本文化の誇りですよ。ありったけのものを吸収してアメリカへ持ち帰るのが重大な使命です。その心意気だけは感心するけど、パトリシアさんってさ、今こっちでどんな曲とか聴いてるの？そうですね、オレンジレイン、ケミストリー、スネオヘイ、ポルノグラフィティ、ラルクアンシッン、ナイトメイなどなど、いろいろ日本のアーティスト聴いてます。へえ、意外ね。でもそれさ、全部アニソン歌ってた人たちだよね。いやー、さすがこの歌は鋭いね。しかもパティ、アニソンになった分しか聴いてないでしょ。ああ、私もメイルさん欲しいです。え、メイルさんです。ああ、メイルさんか。パトリシアさんは寮とかじゃなくて一人暮らしだっけ？はい、炊事洗濯漫画アニメと大忙しです。ただでさえ慣れてなくて大変だし、家政婦さんでも雇いたくなるか。ノンノン、家政婦さんではなくメイルさんに。え、どっちも同じようなもんじゃ。もう全然違います。あなたはこの国で何を学んでたんですか？いや、あんた日本を勘違いしてないか。